動画をご視聴ありがとうございます。関西の女帝こと上沼恵美子65が司会を務める関西テレビ解決恵美チャンネルが25年の歴史に幕を下ろすことが21日分かった。24日の放送が最後となる。今回はなぜ25年も続いた長寿番組が終了になったきっかけや詳細について紹介していきます。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いいたします。上沼の毒舌トークで長きにわたり多くのファンに愛されてきたバラエティ番組関西テレビは今年7月に25周年を迎えたことを理由に挙げ、番組として一定の役割ができたと考え終了いたしますと発表。上沼も25年という長きにわたって解決恵美チャンネルを1000回を超えて続けることができたのは支えてくださった視聴者の皆様のおかげです。本当にありがとうございましたとのコメントを出した。テレビ業界の通例なら早くても10月の改編期で番組を切り替えるケースが多いが、不祥事でもないのに突然の幕引きという前代未聞の顛末。複数の関係者によると問題の発端は梶原の交番騒動とみられる。梶原の態度が気に入らず上沼が収録中に罵倒。その場面はお蔵入りとなり、梶原は上沼のラジオ番組のレギュラーも含めて降板を申し出た。そこで上沼は騒動後同局側に番組をもっと良くしたい、改めるところがあったら何でも言ってほしいと提案。これが番組終了のきっかけとなった。同局側が上沼と話し合いの場を持ち現場スタッフらの意見を伝えたところ、そこまで言われるならやめてやると逆ギレ。局側は9月末での卒業を打診したものの、上沼の出演拒否により24日放送で終了することが突如決まったとみられる。若い視聴者の取り込みを図るため今後どうするかということは懸案事項になっていた。ただ恵美チャンネルはファンも多いし局側としても続けたいと思っていた。卒業セレモニーもないと聞いている。寂しすぎますと同局関係者は話す。また上沼にとっては長きにわたって担当していた女性マネジャーが5月末に辞めたことも大きい。これまではそのマネジャーがクッションのような役割を果たしていた。上沼さんはコロナ打つと言ってましたが、最近は精神的にも落ち込んでいた。その中で直接本人が対応することになって悲劇につながった。当局の幹部も代替わりしており、これまでのように意思疎通が図れなかったことも一因とみられる。ファンや視聴者はこんな形で終わりを告げるのは残念でならない。またあのマシンガントークが見れないのは寂しい限りだ。皆さんは今回の記事をどのように感じました？